やハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜です。はい、ただいま7月28日木曜午後12時41分です。なんと11分前に起きたらですね、今日で解除となった母出かけてます。はい、ってことで、しかもね、僕が23日に行く予定だった保育園のね、担当の方から電話があって、なんかもうわざわざお礼の電話をねしてくださいまして、ただなんと担当の方は23日コロナ発症したらしくて見られへんかったらしいです。なんかもうね、どんなタイミングにって感じですね。はい、ということで、昨日ですね、過去アニメ一つ見終えたので、その報告と、また紹介をしようかなと思います。はい、見終えたアニメがこちらです。はい、学船都市アスタリスクですね。これ1期と2期あるんですけども、両方見ました。じゃあまずちょっとホームページから、1期のイントロダクションですね。20世紀に地球を襲った未曽有の大災害、インベルティア。この大災害により世界中の多くの都市が壊滅した。しかしこの隕石から発見された未知の元素である、マナーは人間の科学技術を格段に発展させ、さらにジェネステラと呼ばれる特異な力を持った新人類を生み出すこととなった。世界最大の総合バトルエンターテインメント、フェスタの舞台、6つの学園に囲まれた通称アスタリスクと呼ばれる水上学園都市、これは何て読むのかな、6かねんかな、6花とか言って、清涼館学園高等部へ転入してきた特待生天桐彩とは、己が願いを叶えるためにこの都市で戦うことを誓う。熱き魂が疾走する学園バトルエンタメ、ここに開演。ちょっと初めて見るんで噛み倒しました。はい、で、まあ、一応2期も言っておきますね。2期のイントロダクション。20世紀に地球を襲った大災害、インベルティアにより多くの都市が壊滅したが、隕石から発見された未知のマナである万能素は、人類の科学技術を発展させ、ジェネステラと呼ばれる特異な力を持った新人類を生み出すこととなった。世界最大の総合バトルトーナメント、フェスタの舞台、水上学園都市、6か年かな、通称アスタリスクでは、毎年6つの学園が、覇を競っていた。タッグ戦フェニックスに出場した聖堂館学園の天桐彩とは、グリューエンローゼ、ユリスと共に大会制覇を目指す。熱き魂が疾走する学園バトルエンタメにここに開演。同じ神勝ちとるやないか。失礼しました。はい、ということで、まあ、キャラクターですね。じゃあ、主にこの聖堂館学園の、キャラ、言っておきます。まあ、まずは、天桐彩とですね。主人公。これ、田村敦さんがやってます。田村敦さん、誰やったっけな、よう名前見るんですけど、ね、ちょっと覚えてないですね。聖堂館学園高等部に転入してきた特待生。性格は屈託がなく、善良であるが、やや間の抜けたところがあり、恋愛関係には初心で鈍感。代々続く古流武術、天桐神明流の生まれで、幼い頃から天桐神明流剣術を学んでおり、その腕は超一流。生まれながらにして莫大なマナーを持っていたが、これプラーナかな、今はその力を封じられている。これちょ、プラーナとかマナーとか実は言葉全く意味分かってなくて、これマナーやね、星振る力とか言って、はい、これが天桐彩とですね。続いて、はい、ヒロインですね。ユリス・アレクシア・フォン・リースフェルドですね。これ角間愛さんやってます。角間愛さんを僕が初めて知ったのは去年、一昨年かね、夏アニメでね、僕は初めて、リアタイものを見たんですけども、このド級変態エグゼロスの、星野うららったかな、雲母と書いて雲の母と書いてうららった星野キララ、星野キララ、はい、ユリス・アレクシア・フォン・リースフェルド。アヤトが学園で初めて出会った同級生、鮮やかなバラ色の髪と、紺色の瞳を持つ、紺色じゃないな、これは。これ何て読むのこれ。聖剣の霹靂の霹かなこれ。字が読め。紺碧とかの紺。王様の王の右に白を書いて、その下に石ね。はい、アヤトが学園で初めて出会った同級生、鮮やかなバラ色の髪と、青色かこれ。青いでんかな、瞳を持つ。ヨーロッパの小国、リーゼルタニアの王女。プライドが高く気が強いため友人は少ないが、根は優しく素直になる一面も。魔女としての実力はアスタリスクでもトップクラスで、炎を自在に操る聖堂館学園の、ページ1、これベスト12に入ったらページ1と呼ばれますの序列5位、グリューエンローズの2つ名を持つ。これって火炎の魔女って呼ぶんかな、1話のサブタイトルです。これ火炎の魔女、
華やかな花にこれ縁って どういう誰か分からへん、はい。続いてですね、はい、クローディア・エンフィールド、これ遠山奈緒さんですね。遠山奈緒さんを僕が知ったのはもうご存知、響けゆう本人のね、笠木のぞみでございますね。まあ、あとはもう遠山さんいっぱい出てますもんね。でハマったのはもうあれですね、あのやはり俺の青春ラブコメ間違っているの、由比ヶ浜優、そして同じく、リアタイモノで初めて見た彼女をお借りしますの、サラシナルカですね。はい、聖堂館、クローディア・エンフィールドですね、聖堂館学園生徒会長、聖堂館学園を支援する統合企業財団幹部の令嬢、常に笑顔を絶やさず誰に対しても物腰柔らかで丁寧だが、その裏腹には計算高い性格をしている。聖堂館学園のページ1の序列2位、その2位なんですよね。パルカ・モンタの2つ名を持つ先見の名手っていうかなこれね。はい、じゃあ続いて、笹宮さや、笹宮さやいいですよ。あの Q の鹿野志保みたいな喋り方しますからね。でこれ伊沢しおりさん、僕は伊沢しおりさんちゃんと知ったのはあのメイドインアビスのナナスですね。はい、小学生時代に綾人の家の隣に住んでいた幼なじみ、落成工学の科学者を父親に持つ娘で、父親の作る公式武装をアピールしてほしいという願いで聖堂館学園を入学している。くじ数は少なく無表情だが、感情がないわけではなく表に出さないだけ。銃器の扱いはエキスパートだが戦闘にあまり興味がなく、公式序列参戦、公式序列戦にも参加してない、まあ、なのでそのいわゆる序列に乗ってません。県外ですね、笹宮さや、人気高いんじゃないでしょうか、笹宮さや。はい、続いて、東堂キリン、小沢アリさんですね。小沢アリさんをちゃんと知ったのは山のすすめの、何ココナやったっけ、青葉ココナかな、ちゃんと知ったの。はい、聖堂館学園中等部1年生、多くの門下生を抱える東堂流宗家に生まれ、剣術に関しては天賦の才を持つ。剣術はやとも上回る腕だが、気弱で引っ込み思案な都市相応の女の子。決闘公式序列戦問わず 無敗で、聖堂館学園序列の1位、疾風陣雷の2つ名を持つ。これね、東堂君めちゃくちゃ、まあ、可愛らしいというか、もういわゆるロリ萌えっ子なんですけど、めちゃめちゃ強いんですよね、東堂君。はい、続きまして、あ、まあここまでしとこうかな、まあ、主なキャラここまでで、まあいっぱい乗ってはいるんですけども、まああのまた別で、でこれに関してはね、まあ、バトルです。とにかくバトルアニメですね。バトルアニメなんですけども、はい、オカンが今から帰ってくるそうですね。はい。ってことで、まあ、バトルアニメです。まあ、熱いです、とにかく。で、その、それぞれが、まず、その、フェスタという大会、まあ、2期で出てくるんですけども、このフェスタ戦う、優勝すると願いを叶えてもらえるんですね、一つ。で、このフェスタに出るためにはタッグパートナーが必要やということで、一気に話が進んでいくんですが、まあこのね、ユリスがね、まあツンデレですわ。いわゆるツンデレ。むちゃくちゃツンデレですね。ちょっとユリスの本名を覚えるのが大変。ユリス・アインツ・フォン・リースフェルトだっけ？アインツ・フォンだっけ？アレクシア・フォンか。うん。はい、まあツンデレです、とにかく。で、まあツンデレ好きには、結構たまらんキャラかもしれませんね。あ、結構時間使ってもったな、今回。はい、まあまあ、もう、とにかく、あとはね、それぞれが使う武器の特徴だとか、結構こういったものが見応えありますんでね。特に、セレブレスタ、アヤとか使ってる武器。セレブレスタ、ああ、そういう反動があるのかとか、いうのがわかります。とか、途中で出てくるプリシラとイレーネっていう、プリシラ・ウルサイス、イレーネ・ウルサイスという姉妹がいるんです。ここ注目ですね。特にイレーネ・ウルサイスのね、武器、オーガルクスって言うんですけども、オーガルクスはね、厄介やなーってなりますから、これもぜひ見てください。はい、ということで、ちょっと今回ごめんなさい、長くしゃべってましたね。学生都市アスタリスクの紹介でした。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いします。ちょっと触らんかったと思いますけどね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。